今日でヨーロッパは最後になります。充実したんで振り返ればっていう間でした。初めてのポルトガルだったんですけど、すごい生活しやすくて、いいところでサッカーしてるんだなっていうのを改めて感じることができました。やっぱり来てみないと分からないことも多いので、少しでも何かこのポルトガルでの雰囲気とか状況が多くの人に伝わればいいかなというふうに思っております。そもそもなぜ僕がここにいるかっていうと、1年半ぐらいですかね、当時徳島ヴォルティス所属していた粟田井選手とマネジメント契約を結ぶことになり、そこからいろいろなグランド以外での活動をサポートしていこうということで、いろんな取り組みを一緒にしてきました。グラウンドでのパフォーマンスに対しては正直何も言ったことはないんですけど、まさかこの夏ポルトガルに嬉しい誤算というか、全然っていうのもあれなんですけど、特に期待してもなかったんで、おまけというか、それだったらちょっと一度やっぱり現地の雰囲気とか現地の生活の様子とかを見ておかないと、次どういうことをしていったらいいかなっていうのが分からないので、今回のこのヨーロッパ訪問に至りました。僕は10年ほど前にヨーロッパ生活しているときに、やはりヨーロッパと日本のサッカーのレベルの違いを肌で感じました。僕がプレーしていたのは本当にアマチュアレベルだったので、渡井選手に比べたらすごいちっちゃいレベルなんですけど、体格が違ったりスピードが違ったり、グラウンドが違ったり気候が違ったり、FIFA ランキングも違ったり、日頃戦っているコンペティションも違ったり、隣の国との近さも違ったり、あらゆる事柄が日本とは異なっていて、それに関しては本当に実際に自分の目で見ないとわからないものが多いと思います。誰もが思うと思うんですけど、どうやったら日本のレベルがヨーロッパに近づくかっていうが一つの課題になっているかなと思います。で、僕自身は仮説を立てまして、サッカー選手がもっと世に街に出ていかなければ競技レベルが上がらないということで、結局はその競技レベルっていうところに結びつけたいわけで、ではそのどうやったらサッカー選手が街に出るかっていうと、一つ広告っていうところで日本との差を感じたので、やっぱりそこに向けて何かできることがないかなっていうふうな感じで取り組んできました。ヨーロッパは街中にサッカー選手が広告塔として飾られている。例えばドイツで言ったら、僕が住んでた頃はロッペン、ポルトガルは本当にクリスチャーノ・ロナウドとかが街中に広告として存在しています。より多くの人が目に留まることで認知度、注目度とか上がってくると思うんで、そうなるとおのずと競技レベルも上がってくるかなというふうに思っています。で、今回一つ嬉しかったのは、全く同じような仮説を立てていた方とゆっくりポルトガルでもお話しすることができて、改めて自分たちの進んでいる方向みたいなものは間違ってないのかなっていうふうな感じに捉えることができました。とはいえ本当に難しいのが、日本にはサッカー以外の娯楽もエンタメもいっぱいあるわけで、アイドルもジャニーズもいっぱいいますし、そこにサッカーが割って入るのは非常に難しいと思うので、僕たちは社会貢献活動とか人のために何ができるかみたいなものがすごく大事で問われているのかなっていうふうに思っています。日々何か誰かの役に立っていて、サッカー選手にとっても何かプラスをもたらせられているのかっていうので、やっぱり一喜一憂することもあるんですけど、目標である2030年のサッカーワールドカップに向かって、より多くの人を巻き込んで楽しんで楽しませて結果も出していけたらなっていうふうに思います。2030年、渡井雅樹何歳 ?30歳、ちょっと遅いかもしれないですけど、ヨーロッパで頑張ってもらって、その舞台で活躍してもらいたいなと思います。渡井の件でポルトガル来てますけど、それ以外にも関わり持つ選手、スタッフ、その他多くの関係者、日頃お世話になったり、よくしてもらったり、仲良くしたりしているので、そういう人たちと楽しみながら、また次の検証に向かって仮説を立てて頑張っていきたいと思います。もうどうやって上がってきたの、ここまで。
あそこ鍵必要ないんでしたわ。あ、そうなの。あ、そっか。お疲れです。一人寂しくしてたよ俺。寂しかったですか。ちょっとだけ。あ、いいよ。何のトレーニング。あ、いつも。あ、そうなの。全然いいよ。いいっすか。全然いいよ。事務所じゃあこれちょっと やっちゃっていい。全然何でも入る。疲れた。いや全然疲れてないです。余裕。ずっとそこで涼んでたんだけど。外ですか。うん。ポルフォーじゃないっす。じゃあもう一回やってみて。これ何パンス。うまっ。何番まで失敗しないでいけるかちょっとやってみる。そうっまず1枚ずつやってみよう。あ、なるほど。ええそんなことある。お、早く出してよそれ。いや、だもう出す間もなくもう終わっちゃった。100まであってこんなことある。混ぜました、ちゃんと混ぜて。混ぜて、だってガラスで手違うから。はい、ほら。え、ちょっと待って、これはちょっとさすがに茶番だね。いや、4は出すでしょ、でも100だよ。まあまあ、ちょっと一旦様子見ないですか、そこらへん。そういうことね。はい、オッケーオッケー。様子見ちゃったら、もう10とかもいっちゃうじゃないですか、推測が。まあ確かにそう。でしょ。ちょっと、まあ、ちょっとさすがに何も。ちょっとあまりにも。あんまりにも、茶社に出すぎた。はいはい。まあ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 、なかなかだとは思います、こっち的に。そういうの言っていいの。え、これはありじゃないですか。それはあり。え、わかんないです、どこまでって言うの。いや、まあ確かに、でも俺多分出さないと思う。あと20分ぐらい多分出さないと思う。相当強いね。あ、危ねえ。20分もっとっすよ、絶対。確かにこれでも迷うね。俺今何だと思った。いやもう95とか。あ、そういうことね。20分相当出さないなっていう。まあ1枚はじゃクリアしたということで、その2枚ちょっとなんかいけそうな気がしないんだけど、幸先怪しくない。いや、ちょっと厳しい。だってなんかこんな近いとこは珍しくない。ちょっとどこまで行ってか調べていいですか。厳密なルールないよ、多分。おお、やばい、超絶微妙な数来た、俺。ああ、そうっすね。気持ちで言ったら、これはいけないけどなって感じです。いけないってなると多分俺行くんだけど、これ降りて、それなら俺行けたみたいになりそうな気がまだ今のところしてるんだけど。いや、俺はまだ多分大丈夫。はい、まあ、待っちゃってこういう感じ。まあ
疑問を持ってます。なんて説明したらいいですかね。多分全然大丈夫だと思う。全然大丈夫ってどういうことですか。俺はまあ勝負してもいいかなって思うんですか、うん、俺結構今日でもなんか近いわってことはもう俺多分行きます。あ、ほんとに、はい、あ、それはいけるやん。だってこれはもうトントンのレベルじゃない。ああ、これはいけるでしょ。これは20分ですけどね。これが20分本来。3枚なんかこうなったらいけそうな気しない。ちょっとなんか喋りすぎちゃってる。やっぱどこまでが、いや、でもわかんない。これ枚数増えてきたら、この会話量でも、まあ、確かに多分、うん、3枚。あ、一人行きたい。どうぞ。ああ、いいですね。俺は勝負しづらいです。しづらいしづらいけど、俺の2枚目も結構絶妙。もう1回ぐらい様子見るかなぐらいですね。いや、俺もそんな感じですか。結構様子見る。そんな感じですか。いや、多分その感じだったら俺が行かなきゃいけないと思う。はい、と俺は思ってます。でも、俺結構まだだと思う、思ってる。そんな多分イメージしてるよりかは浅くない。浅くないですか、うん、で俺行った方がいいですかね。いや、でもわかんない。それで超えたら結構ショック。え、結構行っちゃってる。いや、行き過ぎてない感じです。わ、俺もそうなんだよ。突き抜けきれなかったみたいな。あ、それで言ったら全然突き抜けてない俺。結構喋っても無理だな、これ。難しいものは難しいわ。俺、この2枚目終わっちゃえば、ちょっと心に余裕が出る。この2枚目壁。いや、俺言っていいと思いますよ。本当に、はい、今言ったよね。はい。でもなんかいけそうな気がして、はい、してそんな気がします。でも今多分俺のカードが43ぐらいだと思ってると思うんだよね。からちょっと怪しいと。でもそれ俺言っちゃったらあれか、言っちゃったらだな。いやー、嘘でしょ。いや、まあこれちょっと突き抜けてるし。下回で言ったら結構突き抜けてます。いや、だからもう相当俺はもう60、80、90だと思った。え、もうこれより下に2枚あるの？もっと90。これもまあまた危ないですけど。そうだね。え、だもうこの、これで 俺がだいぶ考えてる時点でこれポンポンって言っちゃった方がよかったよね。もうでも、下回で言ったら、俺も下回で上回で俺。だから俺30とかと思ってると思ったんだよね。俺もそうなんでしょ。34とか5とかぐらいで。俺が38だと思ってると思ってるって言った時点でポンポンって出るのがおかしくない。俺そのよりもう下がないってことじゃん。まあ、そうっすね。ちょっとやばいな。ちょっと仲悪いな。3枚だけ持ってやろう。逆に枚数多い方がいい、いい説ある。いい説あります。ある。面白いです、そっちが。じゃあ5いく、5。何いく逆に。まあ5っすかね。5いく。相談禁止。相談は禁止だよね。いや、数字は言っちゃダメか。じゃあ数字はまあ俺が38だと思ってるとか言っちゃダメだ。ちょっとなんか悪いな。本来合図も NG もなし。合図もそうだよね。会話なしだよ、確か。本来どうする。会話ありにする、なしにする。会
会話はアリーがいきなりさっき使わない。そうだね、どっちが難しいもんね。会話したところで3枚捨てる。まあどこまで喋っていいかっていうボーダーを決めた方がいいかもしれない。まあ、数字はなしとして、だってさっきの会話で3枚クリアできてないから、もう数字以外全部 OK じゃん。まあじゃあ OK にしますか、うん、次俺じゃないとか言ったとしてもさ、まあそれは分かんない。そう、まあ、俺ではないと思います。これいや俺でもないと思う。まあ下回で言ったら突き抜けてはいいの。いやー全然、俺全然行くべきじゃん。6だよ、だって間。いやこう結構行きましたね。結構行けたよ。え、俺何だと思ったの逆に。これこれ間6で、これ何だと思ったの俺が逆に。59とか60ぐらいかなと思った。いや俺結構飛ぶよって言わなかったっけ。俺の飛ぶは結構飛ぶんで。結構飛ぶんすね。でしょ。だってしかもこの後多分 俺だと思うんだよね、これで、はい、でしょ。で多分この後絶対俺なのよ、こうなるから。ここまで行ったら多分勝ってたよ。でこの後も俺、はいはい、でしばらく俺多分待つ。まあ俺この後行ってましたね。でしょ。で待ってました、でしょ。結構待ちます。でしょ。多分俺じゃ、俺じゃ。わあ、ここあそこだけクリアしてれば勝った。もうこれいけてたのに7枚。これ俺のせい。いや6の間じゃなかったよね。6の間じゃないですか、結構。あれもだいぶ間空いてて。その飛び具合把握しないですよ。そうだね、飛び方のニュアンスの違いだよね、ただ単にね。まあ結果仲の良さは3だな。まあそれぐらいですか。10段階。10段階？5じゃなくて。やば。